セキュリティ対策はすごい大事。セキュリティカメラ専門家のタカチャンネルのタカでございます。はい。僕のチャンネルではですね、セキュリティカメラ様々なものをレビューしてきました。今回はですね、その中でもですね、また新しい小型のセキュリティカメラをご紹介したいと思います。こちらになっております。こちら、超小型ワイヤレス防犯カメラ S1 というですね、省エネ仕様で最大6ヶ月使用可能な、防犯カメラになっております。こちら現在ですね、幕開けというクラウドファンディングサイトの方で支援の方を行っておりまして、まあ、外出先から気軽に映像をチェックできるネットワークカメラになっているんです。で、まあ、最近はね、家庭向けの製品含めて、難しい設定は不要になっていまして、まあ、設置とかも結構簡単なモデルもたくさん増えてきました。今回ご紹介するこのね、バッテリーカメラである S1 に関しましてもですね、設置も簡単、なおかつ、こう使い方も簡単っていうところで結構おすすめのですね、ネットワークセキュリティカメラになっております。はい。なのでですね、もしですね、まだ、ご自身のお家、セキュリティ対策済んでいませんとか、まだこのご時世にですね、セキュリティカメラを設置していないよっていう方いらっしゃいましたら、僕の動画を最後まで見ていただいてですね、今すぐに買おうか聞かせ、なぜならばあなたの身の周りの近くにもうすでに魔の手が潜んでいるかもしれないんです。はい。で、今回のこのバッテリーカメラ S1 なんですけども、値段としては非常に安いです。値段なんですが、通常1980円のところ8980円となっております。で、実機今充電中なんですけど、こちらにあるこれになっておりまして、すごい小さいんですよ。なので、あのお家のね、壁とか玄関先の隠れた、植木鉢の中とかにもですね、設置してあげるだけでですね、泥棒に気づかれずに、自分の家をですね、あのこう守れる、一つのツールになりますので、ぜひ最後まで聞いていただいて、今回これを導入していただければなと思います。はい。これからですね、この S1 についてですね、詳しくレビューしていきたいと思うんですが、まずその前にですね、特徴をご紹介させていただければなと思います。こちら特徴としては3つございまして、1つ目がワイヤレス仕様で配線工事が不要だというところで、コンパクトサイズなので、誰でもどこでもね、簡単に設置できるっていうところがまず1つのいいところです。で、2つ目、2400mAh の、大容量バッテリーを積んでいますので、今ちょっとね、初めて使う形になるので、ちょっと充電をしている形にはなるんですけど、1回フル充電さえしていただければですね、省エネ仕様で最大6ヶ月間は充電しなくていい、モデルになります。で、さらには動きを感知し録画を開始する、スマホに通知する、動態検知機能とかそういったものもついていますので、泥棒とかを瞬時に見分けて動かして、で、現行犯で逮捕するための、まあ、いわゆるですね、一つの証拠ツールを作成するものにもなってますし、あとは双方向通話機能とかもついているので、まあ、例えばこれね、泥棒対策ってだけじゃなくて、ペットとか、あとは赤ちゃん、幼稚園児とか、そういったね、小さい子を自宅に一人でね、こう残している場合とかにも、声をかけるための一つのね、見守りツールとして使っていただくことが可能です。はい。便利な機能が盛りだくさんにはなっておりますので、最後まで見ていただいてですね、こちら支援の方をお願いいたします。はい。それじゃあ早速、こちらの S1 のカメラ、詳しく皆さんと一緒に見ていきたいと思います。見ていきましょう。レッツゴー!お待たせしました。今絶賛充電中なんですけど、こちら防犯カメラの今回ご紹介するね、ミニカム S1 という形になっております。すごい小さいんですよ。どれくらい小さいのっていうと、これね、iPhone の 13 Pro Max なんですけど、それと比べてもボディサイズだけど、これぐらい。あ、1個、2個、3点、3個はいかないか。2.5 ぐらいかな。2.5 個分ぐらいの大きさかなっていうぐらいで、結構小さいんですよね。で、かなり小さいんですけど、材質的にもなんかアルミを使ってる感じになってるので、結構ね、重厚感はあります。はい。まあ一応こういうマウントとかもついてくるので、壁設置っていうのをビスをつけてあげることでできますし、まあ壁にね、穴開けれない賃貸、僕の家とかもそうなんですけど、そういう場合はですね、まあこれ四角い形状なので、そのまま置いてあげるとかでも全然使えます。はい。まああとは、これ後ろ側なんですけど、こういう三脚穴がついてるので、ご自身の三脚とかをつけていただくとかも全然使える形の、まあいわゆる防犯カメラになっております。はい。で、ちょっとこれ、スペックをね、まずご紹介させていただくんですけど、スペックとしては、こちらサイズとしては 47×48×60mm になっていて、重量は、スタンド含まずに約 180g という形です。で、チップは HI3518EV の300ってになっていて、イメージセンサーは3分の1のフル HD が入っているので、まあそうですね、映像としてはものすごい綺麗なこういう一眼とかまではいかないですけども、一昔前の Android 携帯
台のカメラぐらいは、まあ、性能としては持っているかなって感じですね。で、解像度は 1920×1080p の2メガピクセル。で、レンズは 3.6 ミリで、これ、ここの部分がレンズ。これ下に関してはレンズじゃなくて赤外線ライトになっていて、暗いところとかでも明るく、まあ、見えるようの、まあ、いわゆるですね、一つの、まあ、センサーになっています。で、Wi-Fi は 2.4GHz 帯に対応していまして、胴体検知距離は0から10メーター。胴体検知範囲は120度。保存方法はマイクロ SD カードかクラウドに保存できる形のカメラになっています。はい。で、まあ、TF カードを差し込む場合は 64GB まで、対応しておりまして、差し込み口は、ここの今充電ケーブル差してあるところはあるんですけど、ここの隣が、入れ込めるところがあって、そこに入れ込んでいただければなと思います。で、録画開始方法は胴体検知か、もしくはアプリからの遠隔操作のこの2通りになっていまして、で、給電方法はマイクロ USB になっています。で、バッテリーは 2400mAh。アプリは、UBOX ってものを取っていただいて、UBOX とこれを連携させることで、今ここに映ってる、画面が、この上のカメラを映してる形になるんですけど、こういう感じでね、映ってる内容とかを携帯で気軽に見ることも可能です。はい。で、まあ、動作温度はマイナス10度から50度なので、一般的な家庭だったら確実に映りますし、動作湿度に関しましても 80% ぐらいなので、まあ、基本的にはですね、どこでも使っていただきやすそうな防犯カメラにはなってるかなって思いますね。こちら何がすごいかっていうところで言うと、まずこれなんですけど、配線工事が不要っていうところがすごいところで、これ実はなんですけど、防犯カメラって皆さん思ってるのは多分こういう感じだと思うんですよね。こういうのは配線工事が必要なんですよ、必然的に。なぜかっていうと、映像を、まあ、電子ケーブルを使ってですね、その家の中の、まあ、いわゆる検知デバイスにつなぐことで、高画質な映像を、送り出すって感じの仕組みになってるんですけど、それはまあ、一昔前の、まあ、いわゆる防犯カメラになっていて、今はね、もうこういう感じになってるんですよ。で、これは、たった 180g の超軽量ボディの中に、ワイヤレス機能も搭載している形になっているので、まあ、配線工事とか面倒な設置作業は一切不要で、届いた日から誰でも簡単に使用できるっていうところが、まず一つのいいところです。で、2種類の専用スタンドがありまして、マグネット式とブラケット式が搭載しているので、どこでも簡単に設置は可能です。今回ね、中身見たらですね、この、ネジでビスで止めるやつしか入ってなかったんで、ちょっと皆さんにお見せできないんですけど、これマグネット式とかだったら、ここアルミになってるので、パチってくっつけるだけで、基本的に置くことが可能なので、まあ結構そこら辺では設置はすごい簡単なのかなって思います。で、先ほども紹介したようにここにね、三脚穴があるので、ご自身の好きな三脚をつけていただいてもいいですし、まあそういう意味ではね、拡張性はすごい高い、まあカメラかなっていうふうに思います。はい。で、さらにはこちら、大容量バッテリーの省エネっていうところで、最初は冒頭でもお話した通り、これね、2400mAh の大容量バッテリーがついてるんですよ。で、中にこうバッテリーとして容量が結構でかいことから、セーフモード、いわゆるエコモードで使えばですね、6ヶ月もですよ。6ヶ月も充電しなくていいってことでは、もうね、バッテリーのこの、充電サイクルっていうのがすごい短いので、本当にこれ便利かなと思います。いちいち充電ケーブルを繋がなきゃいけない状態をずっと、放置しなきゃいけないってなったら、やっぱ外に設置してだったら、漏電とかそういうの気になると思うんですよね。うん。なんですけど、これであれば、まあ、6ヶ月後に充電すればいいだけの話なので、まあ、漏電とかそういう事故にも繋がりにくいですし、まあ、なおかつですね、まあ、こう、いちいち取り外さなくてもいいっていうところが一番いいですよね。うん。なので、届いてすぐは、まあ、充電は必要ですけど、届いてから、まあ、充電をフル充電さえしてあげて、設置さえしてあげれば、今日が今6月でしょ？なので、次充電するのは12月ぐらいまでは充電しなくてもいいっていう形になるので、それは結構ね、僕的には嬉しいポイントなんじゃないかなと思いました。さらにはこちら、胴体検知機能っていうのが搭載しまして、実際このカメラ、どれぐらいの画質で映ってんのっていうのを、ちょっとサイドの方に画面録画した状態のものを載せておこうかなと思うので、見ていただきたいんですけど、はい、実際のカメラの映像としてはおいしょ、近っ、こんな感じで映っています。今ね、僕がこの映してるのはこの録画画面をモニターで映してるんですけど、それをね、今こういう感じで映しています。はい、どうですか、綺麗さ。カメラのこの携帯の画面で見る限りでは結構ね、うん、まあ綺麗かなって感じはします。映像的にも結構ね、こう綺麗かなと思います。ただまあこうちょっと激しい動きをするとちょっとね、やっぱこうブレが発生するなって感じがするので、まあ
そうですね。走り抜けるような泥棒にはちょっと向いてないような感じですね。まあでもそんなやつっていないと思うんですよ。泥棒って結構基本的にゆっくりするようなタイプのやつらだと思うので。はい。まあなので、まあ銀行強盗するようなところじゃない限りは基本的に大丈夫です。はい。で、一応ね、このスマートミニカメラ S1 には動体検知機能っていうのがついていて、例えばなんですけど、こういう風に動いたら、まあその対象物を追ってですね、自動的に録画を開始してくれます。で、スマホに、これ実際なんですけど、今動体検知機能オフにしてるんですけど、まあオンにしたらですね、ここ通知がね結構いく形になりまして、まあアプリから録画された動画をだいたいですね5秒間ぐらいの感じなんですけど、即再生可能な形で通知してくるので、まあ世界中どこからでもリアルタイムで異常をチェックすることが可能です。はい。撮った内容っていうのはここの、まあクラウド内に保存されている形になっているので、まあ移動検知した内容っていうのが、まあ、こういう形でね、アラームが鳴って、まあ、見るっていう形で、まあ、どういう感じの検知がされてるかっていうのが、まあ、すぐにわかる形になるので、泥棒とかを発見しやすいかなと思いますね。ちょっと時々ね、まあ、こう、認識しない時もあるんですけど、まあ、基本的にさっきみたいに動体検知したら、こういう感じで瞬時に撮った内容がこういう感じになるので、泥棒とかをね、まあ、瞬時にこう、録画してくれるっていう意味では、防犯カメラとしては結構ちゃんと、使えるのかなって感じですね。ただ、この動体検知に関しては、まあ、結構聞くとき聞かないときっていうのはもちろんあるので、100% ね、これだけを信頼できるってわけではないんですけど、結構このセンサーの聞きっていうところでは結構聞きはいいのかなと思います。はい。まあ、こういう感じでね、撮った内容は下にどんどんこう溜まってくるので、通知が来た時にすぐに見てあげて、で、警察に電話して向かわせるとか、そういうのもできます。はい。で、さらにはこちらなんですけど、真ん中にマイクのボタンあるの分かりますかね？これなんですけど、このマイクボタンを使ってあげることで、双方向通話ができるんですよ。ちょっとここでやるとですね、ノイズが乗るので、僕ちょっと外で、今、これ話をしてみると、ちょうどまた感じられるの高めです。皆さん今どう少しでしょうか？どのように聞こえてますでしょうか？そんな感じでですね、まあ双方向会話ができるので、まあ赤ちゃんとか、お子さんいらっしゃる人いらっしゃいましたら、これで見守ってあげて、まあこんな感じでね、遊んでるかとか、遊んでるよパパみたいな感じでね、何してんのっていう形でこう声かけてあげるとか、ワンちゃんであればラッキーとかリリーとかイチゴとかそういう感じでね呼んであげることで、まあワンちゃんとか猫ちゃんとかね安心すると思うので、そういう見守りカメラとしても使っていただきやすいかなと思います。はい。で、これ先ほどお見せした画像結構綺麗でしたよね。なぜかっていうと、これ高画質高圧縮率の、3.6mm のハードレンズを使っていることになっていまして、3分の1サイズのフル HD CMOS センサーを搭載したコンパクトサイズながらもですね、解像度が 1920×1080 の2メガピクセルが、内蔵したですね、必要十分な性能を持っているので、まあ結構綺麗な映像が、まあ皆さん見れるっていう形になっています。高画質で鮮明な動画で皆さんの生活をサポートする形になりますので、実際使っていてですね、すごい使いやすいかなとは思います。はい。で、動画コーデック方式に関しましても、H265 の方式を対応しているので、後から編集とかのソフトにも入れやすいんですよね。なので、結構ノイズも乗りにくいし、こう編集とかもしやすいっていうところから、結構この、圧縮方式を使っているこのカメラ、結構おすすめしやすいかなと思っております。で、通常はね、こう大容量な高画質動画データとかを高圧縮率で小スペー化し、同じメモリー容量で長時間の動画の保存をして、結構動画の、まあ、いわゆるですね、ギガ数結構多くなりがちなんですが、これはそういうことがないので、そういうのが結構ね、おすすめのポイントになっています。はい。で、これ、僕が一番おすすめできるポイントとして、これ、ナイトビジョン機能っていう形で、ここにね、赤外線センサーが内蔵してるんですよ。これが結構おすすめできるポイントで、暗闇のところでも、約5メートルぐらいになったら、まあ、明るくね、見えるんですよね。なので、そこが結構いいところです。ちょっと、これから試してみましょうか。今これね、赤外線センサーで足元真っ暗なところを撮影しております。どうですか？結構こうしっかり見えません？ちょっと汚いんであれなんですけど、配線とかが。はい。まあ、こんな感じで真っ暗な場所とかでもこういう感じで白黒なんですがちゃんと見える形になるので、
そういう意味ではですね、結構これ夜間使っていただきやすいかなとは思いますね。これぐらいはっきり鮮明に何が何っていうのが見えるのであれば、これはかなり使いやすいとは思います。はい。結構ね、しっかり見えてますね。はい。で、これすごいのが、これね、こう今明るいじゃない、ここ、レビュー台。ここから、ここに移動すると、色がね、瞬時にこう出るんですよ。なので、まあ、そういう意味でも、こう、色認識っていうところも結構こう、スピードが速いので、これ素晴らしいなって僕は思いました。はい。で、実際皆さんが見てる、まあ、映像ってところも含めるとですね、だいたいね、110度ぐらいの角度でこれ見える形になっているので、結構ね、広範囲の広角レンズになってるので、見やすいかなと思います。で、今一応ですね、このアプリ内に関してはこれクラウド保存にしているんですけど、クラウドはねちょっとお金がかかるんですが、TF かクラウド、この2つでですね保存できるので、まあご自身の好きな方で保存していただければなと思います。で、はい。で、一応このカメラに関しては1台接続っていうわけではなく、1台で複数の人にまあシェアすることも可能だし、なおかつですね、複数台を一つの端末にまとめることも可能なので、この音がすごい怖いよね。はい。なんかちょっと電話かかってきたのかなと思うんですけどね。可能なので、まあそういう意味ではですね、店舗とかで導入していただくのにも十分だと思いますし、自分の娘さんの家にカメラ設置して、で、おじいちゃんおばあちゃんと、まあこう、データのね、シェアとかをしてあげて、まあ孫の顔をなかなか見れない状況のおじいちゃんおばあちゃんとかに見せてあげるとか、そういう風な使い方もできるかなと思います。はい。それじゃあ最後まとめの方に行きましょうか。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの、セキュリティカメラ、S1 の方をご紹介させていただきました。はい。個人的にはですね、まあ今こうファーストインプレッションで使わさせていただいた感じとしては、今までのまあこういうセキュリティカメラと比べるとですね、画質は結構いいなっていうところと、あと動体検知力、ここが結構ねセンサーがよく働いてるなって思いました。で、まあこの動体検知をする、まあこれは結構ありがちなんですが、動体検知をするたびにですね、まあ、音がですね、するんですけど、その音が、まあ、アラームの場合もあればですね、まあ、今回みたいな、LINE の電話みたいな、場合もありまして、LINE の電話の今回のやつはね、ちょっと結構ビビります。はい。夜とかなると、ちょっとなんか怖えなって思うので、そこはちょっと、うんって思ったんですけど、まあ、でもすごい使いやすいなって思いましたね。アプリもすごい、使いやすいですし、なおかつですね、こう、連携が結構、止まりがなかったので、中国系のこういうセキュリティカメラ、よく、接続が止まったりするんですよ。なんですけど、これはそういうことがなかったので、結構使いやすい部類かなとは思いましたね。はい。で、映像に関してもものすごい綺麗だし、赤外線カメラっていうところでも結構使える部類なので、かなりそこら辺は良かったかなと思います。で、ちょっと使ってみていいところ悪いところが分かったのでご紹介させていただくと、いいところとしては、まあこのアプリがすごい使いやすいっていうところと、動体検知能力が結構すごい。あとは、画角が広いので、広範囲で見えるっていうところは結構いいかなと思いました。で、ちょっと残念だなっていうところのポイントとしては、そうですね、一つこういうセキュリティカメラで絶対欲しいなって思うものがなくて、何かっていうと警報アラームをそれがないんですよ。なのでそれだけがちょっと残念だなと思っていて、今までのやつはなんかこうはん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 みたいなやつがあるんですけど、これはそれがないので、そこがちょっと機能性としてはね少ないなって感じがしました。はい。ただ動体検知能力はすごい高いので、例えばすぐ検知してこの携帯で見て、あとはマイクでおいこらーみたいな感じでこう叫んでやるとか、おい警察呼ぶぞとか言ってあげればですね、まあ泥棒も逃げるんじゃないかなと思うので、まあそういうねアラームを自主的に使ってあげるっていうのもありなんじゃないかなって感じですね。はい。まあとはいえとすごい使いやすい、防犯カメラになっておりますので、ぜひまだ導入してないよっていう方いらっしゃいましたら、こちら8000円台なのですごい安いので試しに導入してみてください。それでは今回の動画は終了させていただきます。こちら概要欄からね支援できるようにしておきますので、次回のぜひ支援の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの traveling kind, it's a known fact.